人、場所、物、心の通った本物に触れ合えばきっと特別な時間になる。大人の時間に彩りを添えた思考のひととき、あなたも体験してみませんか？まるで朽ちた金属を思わせる独特な質感、武骨であるような、どこか洗練されているような。実はこれ、漆塗りの木のお皿なんです。この唯一無二の作品を生み出す人が昭島市にいます。木工漆作家の荒川連太郎さん。漆塗りに魅了された瞬間を今でも鮮明に覚えています。美術館で見た、ボロボロに使い込まれたお椀があったんですけれども、それの経年変化していって、人の手がずっと触って使い込まれたものがすごく美しかったので、時の流れとともに朽ちていく美しさと儚さ、幼い頃に培った荒川さんの感性と漆塗りが合致しました。作品の材料は端材や廃材、本来捨てられるはずだったものを使い、食器やオブジェを作っています。最初、木取りっていう作業があるんですけれども、やはりボロの材なので、慎重にそのどこをどう使うっていうふうに見極めていかないと無駄になってしまうので、そこはかなり慎重してやってます。せっかくね、うちに来てくれたのに、本当にそれが使えなくしてしまうとか、もう本当なんか申し訳ない気持ちになってしまうというか。木材のユニークな特性を生かす、塗ることで木材の強度を高めてくれる漆塗りだからできる表現があります。荒川さんの作品の特徴、朽ちた質感を出すのが朽ち塗りと名付けた独自の技法。輪島の地の粉っていう粉と漆を混ぜて作っていくんですけれども、とにかく堅牢で硬く、すごく硬くなるんですけれども、気兼ねなく使えるってことは、強度がしっかりしなきゃいけないので、漆は空気に触れた瞬間から変化が始まるデリケートな素材、その日の気温や湿度が出来上がりを左右します。一つの作品が完成するのには数週間、塗っては乾かし、塗っては乾かしを繰り返します。美術品ではなく工芸品、作品への思いはかつて抱いた幼い日のまま。もう毎日毎日気兼ねなくガシガシ使えるもの、普通の食器と同じように中性洗剤で洗って普通に乾かしていただくだけで大丈夫なんですけれども、それこそ自分に馴染んでいってるのがよくわかりますからね。できた時が一番綺麗なものではないので、やっぱり何を盛ろうか、何をどういうふうに使おうか、やっぱり料理だけではなくてお花飾っていただける方もいらっしゃいますし、使用してくれる方がいろいろ考えてくれるっていうのはすごく嬉しいことですね。止まることのない時の中で自分らしさが染み込んでいく一皿を。